はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。なんとかですね、バステトのお宝横取りで集め切りました。なので今日はね、このバステト使ってこのアマテラスね、強敵周回してですね、まあ、たくさん仲間にする、そして秘伝書などのレアアイテムのドロップ狙っていこうかなと思います。封印の方は全て終わりました。さあ、まずはですね、こんなパーティーでやっていきます。アマテラスですね、こちら獲得 Y ポイントアップがあります。まだレベル1です。そしてバーステと解放しました。これはね、イベント用の限定ミッションで技レベルは4まで上げれます。そしてガチャからむちゃむちゃ苦労して出したサゴジを使っていきます。これね、意外とさ使えるんだよね。そして軍神サノー、こちらもガチャから出しました。タップでデカプに特殊能力があります。さあ、そしてですね、まあ、いてもいなくてもいいんですけども、時間稼ぎの暴走エンマ置いておきましょうか。さあ、まずはこんなパーティーで軽く味見していきたいなと思います。さあ、せっかくですね、このバステトゲットしたんで、バステトの恩恵を受けたい。バステトはですね、今回超強力な特殊能力ということで、一部の信用界のダメージがアップするということで、僕の持っているキャラではこのサゴ城とサノーしかこの恩恵を受けることができません。なのでせっかく苦労してゲットしたんで、このサゴ城カッパちゃん使っていきます。まあ、まだね、技レベル1なんですけども、それでもやっぱり特殊能力運営が超強力というだけあって、どうなんでしょうね。さあ、まずはバーステといきます。バーステとは強いよね。で、ボーナス玉使いの、さあ、カッパちゃん、これ意外とダメージ出るんだよね。さあ、そしてサノーでタップでデカプニー、これでいったか。いきましたね。ガチャからサゴ城引いておいて、まあ良かったとポジティブに考えましょう。高かったけどね。さあ、そして26ポイント獲得、 Y ポイントアップのね、アマテラス入れています。さあ、ここのステージを周回するうまみといえば、やはりこのアマテラスをドロップして技レベルを上げていく。で、Y ポイントもですね、結構稼げる。なのでトーナメントが得なのか、このアマテラスステージ周回が得なのかっていうのは、まあ人によってね、意見が分かれるところだし、まあその人それぞれそれで、まあ持ってるパーティーが違うんで、キャラがね、まあ自分の周回しやすいステージを回るのがいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ僕としてはせっかくなので、まあバステともね、横取りはいろいろありましたけども、なんとか集め切ったんで、まあ使ってね、このアマテラス周回していこうかなと思っています。このでっかいボーナス玉を作ることによりデカプニ作りの、さあ、そしてサノータップでデカプニ。だから意外とね、これバステと強いんだよね。バステとによってこのカッパちゃんもね、サノーもさ強化されるんで、かなり威力上がります。逆に言うとこのバステとだけあってもってのはあるけどねこの強化されるキャラがないとさ、バステと単体だとね、まあ強いには強いんだけど、やっぱ周回は厳しいね。さあ、行きましたね。意外とこのパーティーサクサク周回できるね。まあフィーバーインはしないとちょっと厳しいかと思いますけども。そして26ポイントと。さあ、ちょっと変えましょうか。さあ、この炎牛入れていきましょうか。豪傑でさらにステータス高いです。 HP もね多い。そして復活があります。なのでまだアマテラスゲットしてないぜっていう人は、こんなパーティーも結構おすすめです。さあ、このカッパちゃんサゴ城がですね、スキルがさつながりやすくなるということで、まだスキルレベル1なんだけども、こんだけ離れていてもつながるんで、結構ねフィーバーとかね入りやすくなります。なのでサゴ城、みんなさサゴッタとかバカにしてるけど、意外とちょっとこれさいいんじゃないのっていう風に思えてきました。さあ、フィーバータイム入りました。ここで
さあスサノウ打ちます。タップでデカプニ。さあ適当にデカプニ作りの、ここでさあバステと打ちます。猫パンチ、バステとこで強いです。そして好物与えます。寿司、寿司食いたくなるよね。さあものすごく名付きました。そして G まで貯めてサゴジョウいきます。さあこれで37番いきましたね。ちょうど1回ずつ打てばいけるじゃんか。お、しかもドロップきた。サゴジョウパワーきました。いいんじゃないのこのカッパちゃんね。さあそして17ポイント。さあアマテラス、これで技レベル上げていきます。まだちょっと先はね長いです。長い道のりになりそうだ。さあパーティー変えましょうか。さあゼロビヨンドちょっと入れてみましょうか。こちら豪傑の種族効果アップ 16% があります。なので使わないんだけど置いておくだけと。さあもうね倒せることは分かってきたんで、じゃあいかに高速周回していくか。やっぱりワイポイントも稼ぎたいしね、このアマテラスドロップも狙っていきたい。なのでサクサクとね周回したい。デカプニ作っておいて技ゲージを深める。もうフィーバー外でいっちゃいます。そしてタップでデカプニ。やはりこのサノーは強い。一気に半分いきます。なのでそしてバステとウチーノ。さあボーナス玉でデカプニ作って、もう一回いきましょうか。さあスサノーもう一回いきます。いきましたね。スサノーに2回打ちプラスアルファ。おっとアイテム来たぜ。これはちょっと激アツだ。スサノー2回打ちプラスアルファでいけますね。さすがに1回はね無理です。さあアマテラスドロップ、そして結構ね秘伝書落ちるらしいんですよ。なので、まあ、今秘伝書不足だしね、さらに言えばねレアな色のね秘伝書、青色だったり茶色だったり落ちるということなんで、そのあたりも狙っていければちょっともしかしたら今回のイベント神イベになるかも。さあそして好物与えます。だからうまくね技ゲージ溜まった状態でスタート、そして技ゲージ多く溜めるキャラをね使っていくと、まあ周回が楽だよね。フィーバーインしなくても倒せます。さあそしてスサノーでタップでデカプニ、適当にデカプニ作る。さあとどめはこの猫パンチ、いきましたね。さあ来てくれ。お、寿司かい。さっきあげた寿司が帰ってきました。大トロです。美味しいよね。そして26ポイント。やっぱりサゴジョウを使った方が周回楽か。やっぱりねサゴジョウなんだかんだ言っても特殊能力キャラなので強いです。だから月の闇のね周回に関してはむちゃくちゃ強い。もうほぼワンパン可能なんで、まあ特殊能力なんだけど、さらにねこのアマテラスでも特殊能力が発揮される。さあデカプニの技ゲージを貯めるからのスサノーいきます。タップでデカプニ。このスサノーはね、まあ今後スコアタックなんかでもね活躍するんで、なかなかおすすめです。さあ寿司与えます。まあさっきから寿司あげて帰ってきてあげて帰ってきての繰り返しだけどね。さあそしてボーナス玉でデカプニ作りの探ります。おっと足んねえ、マジか、足んねえぞ足んねえぞ。スサノーでいくぜ。いきましたね。おっとまた帰ってきました。この何なのこのキャッチ、寿司キャッチボールみたいな。さあちょっとねまたパーティー変えます。まあサゴジョウでもこのウルトラマンでもまあ同じような感じかな。周回スピード的にはそんなに変わんないね。どっちも
いい感じです。なのでまあサゴ城を持っていないっていう人はこのゼロビヨンド、ゼロビヨンドを持っていないっていう人はサゴ城、まあ何でもいいかなっていうね感じがします。だからバステトやっぱ強いよね。バステトを最後のね4つ目のお宝まで解放すれば、まあうまくねパーティー組んでやればね周回コスプ周回できるんじゃないかなと思います。まああとはね遺伝書とかさ、このアマテラスのドロップ率次第だよね。あまりにも落ちないとちょっと辛いものがね出てきます。ワイポイントもねあまり稼げません、今回のイベント。おっと来たぜ、これはちっちゃいけど秘伝書来ました。ちょっとテンション上がってきたぜ。さあイベントねまだまだ走っていきます。